はい、レオンチャンネルです。今回紹介するのはこちら、ウルトラマンオーブデラックスオーブリングです。はい、これはウルトラマンオーブの主人公の紅ガイが使うオーブに変身するためのアイテムで、今回のウルトラマンは2つの光の力をフュージョンして融合したような見た目に変身するんですけど、基本のスペシウムゼペリオン以外にも様々な姿に変身するみたいですね。しかもベリアル的なフォームもあって、これは登場が楽しみですね。外箱をぐるっと見回すとこのような感じ。横側にはスペシウムゼペリオンとバーンマイト、後ろは遊び方になってて、本編では2枚のカードをリードして変身アイテムとして使うのみですけど、ちゃんとおもちゃ用のギミックもあって、カードを1枚リードするのみで様々なウルトラヒーローの変身音声や必殺技音声とか、怪獣の鳴き声や攻撃音も鳴らすことができます。ではレビューしていきます。はい、中身はこうなってて、オーブリング本体とウルトラフュージョンカードが4枚。オーブリング自立しますね。変身で使うウルトラフュージョンカードはこの4枚で、初代ウルトラマン、ウルトラマンティガー、ウルトラマンタロー、そしてウルトラマンメビウス。微妙にどれもポーズは違いますが、大まかなカードデザインは一緒で、四隅がカラフルですね。ただ、ここにイニシエ、そして光、さらにメビウスは剣、タローは火と書いてあって、文字の周りの柄がちゃんと各ウルトラマンの胸の柄になっております。表側と裏側。裏の絵柄は、これも基本は共通ですが、ウルトラマンごとにスペックが微妙に違いますね。フュージョンファイトの文字も入ってますから、このままデータカードダスで使えるんですね。X のサイバーカードはプラスチックでしたけど、今回は質のいい紙のカードで、サイズ的にはガンバライジングとかと変わりませんから、一応はスリーブで保管しておいた方が良さそうですね。ちゃんとサイズも対応してます。うん、いい感じ。そしてオーブリング本体ですけど、サイドのウィングが展開する前からすでにボリュームがすごくって、同じようにパーツ展開前の銀河スパークとかスパークレンスと比べても存在感ひときわありますね。ただ今年も1分の1サイズですから、なりきり度は相当高いです。では本体も細かく確認しましょう。ぐるっと見回すとこのような感じ。正面、横側、上側、さらに下。ここにトリガースイッチがあって、内側にスピーカー。電源がここで、リング部分はクリアパーツになってて、中の透明なパーツが全部発光します。ここがカードのリードセンサーなんですけど、今回は非接触で反応しますから、ここにカードをかざすだけで、個別認識音声が鳴ります。一応説明書にはちゃんとこの向きで2センチ以内で反応しますって書いてありましたけど、割とざっと入れてもちゃんと読み込んでくれますね。そしてボタンを押すとウィングが展開。はい、このようにパカッとサイドにさらにボリュームアップします。戻すときは手動でカチャカチャっとロックします。後ろから見るとこんな感じ。各パーツの形状は胸の部分と同じになってて、カラータイマーのオーブリングがこれで、ここの青い柄部分がこれですね。さらに赤とかシルバーのここの柄がウィングパーツと同じような形状になっております。この辺の作りも細かい。では変身遊びをしましょう。手順としては、リード部分にフュージョンアップカードを2枚順番にリードして、待機音声が鳴ったらボタンを押してウィングを展開して変身します。まずはスペシウムゼペリオンに変身。ウルトラマンさん。ウルトラマン。ティガさん。光の力お借りします。フュージョンアップ。ウルトラマンオーブスペシウムゼペリオン。
はい、ウルトラマンオーブのスペシウムゼペリオンに変身しました。さらにこの状態で待機音声が鳴りますから、待機音声が鳴り終わる前にトリガーを押すと必殺技、また待機音声が鳴りますけど、もう一度押すと、必殺技が連続発動します。約10秒で待機音声は止まります。待機音声が切れた状態でさらにボタンを押すと、はい、もう一度待機音声が鳴って、トリガー、はい、発光とかはスペシウムゼペリオンですけど、変身セリフがない変身音が鳴りますね。とりあえず変身方法がテレビまんますぎて、これは超興奮します。では次は別のフォームのバーンマイトに変身しましょう。使うカードはタロウとメビウス。タロウさん。メビウスさん。熱いやつ頼みます。フュージョンアップル。ウルトラマンオーブバーンマイト。はい、発光も変身音もガラッと変わって、ウルトラマンオーブバーンマイトに変身しました。さらにトリガーを押して必殺技、これが今回のセットで変身できる2つのフォームで、ハリケーンスラッシュとかサンダーブレスターは別売りのカードが必要です。ちなみにカードを読み込ませる順番を逆にしても、スペシウムゼペリオンに変身できます。やってみましょう。ティガさん。ウルトラマン、ティガ。ウルトラマンさん。ウルトラマン。で、LED も2色に分かれて、光の力、お借りします。フュージョンアップル。ウルトラマン、オーブ、スペシウムゼペリオン。はい、ちゃんと変身できました。ただ、最初の発光カラーが、先ほどと逆ですかね。さっきは、こっちがブルーで、こっちがイエローでしたが、逆に読み込ませましたので、ここが逆になりました。これはバーンマイトも同じで、どちらから読み込んでも OK です。でも発光色のことを考えると、テレビ通りの順番が基本ですね。では、本編に存在しないような、別の組み合わせ。初代ウルトラマン行ってから、太郎どうかな。ウルトラマン太郎。はい、発光色は赤と青に変わって、トリガー、フュージョンアップル。ウルトラマン、ウルトラマン、おー、なるほど。ウルトラマンオーブじゃなくて、タロウとウルトラマンの変身音の後に名前を言ってくれました。これはメビウスとティガをリードしても同じで失敗した。ウルトラマン、ティガ。
で、黄色と白になって、トリガー。はい、同じように反応しました。例えば3枚をリードすることとかはできるのかな？ウルトラマンさん、ティガさん、そしてメビウスさん。あ、ダメです。エラー音。はい、このように反応してくれませんでした。そしてここに書いてある通り、カード1枚でもリード遊びができますから、それもやってみましょう。手順としては、カードをリードした後にトリガーを押すと、ウルトラマンティガの声と変身音が鳴って、さらにトリガーを押すと、ゼペリオン光線、必殺技と必殺技光線音が鳴ります。優秀。では順番に行きましょう。まずは初代ウルトラマン。はい、天の声のウルトラマンと、ウルトラマンの声。で、半分発光してトリガーを押すと、すげえウルトラマンの変身音と声が鳴りました。ここからトリガーを押すと、はい、天の声でスペシウム光線と光線音。発光は半分のままですが、めちゃくちゃいい連動音声になりますね。それと、説明書にはもちろん書いてありませんが、今回の天の声、要はオーブリングの本体の声を当ててるのは、桜井隆博さんらしいですから、推しのメメとか、白熊カフェの白熊とか、おそ松さんのおそ松とか、個人的には、クルギスザクのイメージが強いです。中村ボイス、桜井ボイスと来てますから、来年は神谷さんあたりが来ますかね。では他のカードも読み込ませましょう。ウルトラマン太郎。トリガー。はい、変身音と声が鳴って、さらにトリガー。はい、光線音も鳴りました。次は、ウルトラマンティガ。ウルトラマンティガ。トリガー。さらにトリガー。最後はメビウス。ウルトラマンメビウス。いいですね、この声。はい、変身音が鳴って必殺技。はい、これで一通りの音声連動はやりました。基本的には2枚のカードを使っての変身遊びと自由な組み合わせの音声連動とカード1枚での個別音声発動ですね。基本的にはカードをリードしてトリガーを押すだけですから遊び方としてはシンプルですけど、 X デバイザーで課題だった連動音声のテンポの悪さが圧倒的に改善されてますので、遊びやすさとしては銀河スパークレベルですね。とりあえず今後はいろんな組み合わせのオーブが登場するらしいですから、これはカード集めも楽しくなりそうですね。はい、ということでウルトラマンオーブの変身アイテムのデラックスオーブリングを紹介しました。
いや、このおもちゃはめっちゃくちゃ楽しい。いや、これは絶対今後も語り継がれる名作玩具になると思いますね。銀河スパークが発売された時もそういう感覚がありましたけど、今回も本当に遊びやすくって、カードの読み込みがお手軽な上に連動音声もパターン豊富ですから、この変身アイテム超絶おすすめです。あの、そこの購入を迷ってる方、買った方がいいっすよ。オーブリング超楽しい。そしてウルトラヒーロー以外にも怪獣フュージョンカードにも対応してますから、この辺だとどんな音声がなるんでしょうか。では次はこちらと連動させましょう。以上、ウルトラマンオーブデラックスオーブリングの紹介でした。ウルトラマンさん、ティガさん、ウルトラマンティガ、光の力お借りします。